今日のスヌーカー大会、お前も知っての通り下馬評では咲が1位だ。ところが俺は咲には1票も投じていない。どうして？なぜならあいつの外出許可申請が昨日の時点で撤回されてなかったから。え？月曜日の午前中に提出されたっきりそのままになってるんだ。加賀先生に頼んで昨日申請を確認した。どんな手を使ってでも外出する気だぞ、あいつ。月曜日の午前中だって。葉山、電車は何時？10時だよ。でもでもでも帰りの電車のことを考えると遅くても11時半頃の電車に乗らないとまずいから。でもそれまではギリギリ駅にいるかもしれない。時間が来たら乗っちゃうよ。構わないさ。ただ葉山、先にそれを教えてやってもいいか。うん、そうか。これで先への貸し3つだ。キーは僕との約束より先にとっくにそのつもりで本気で僕と一緒に兄のところへ行こうとしてくれていたんだ。なのに僕は。スヌーカーっていまいちよく分かんないんだよな。まずは赤を落とす、そして次に色玉を落とす。これを繰り返していくだけ。ただし赤を落ちたらそれっきりやけど、他の色玉は赤が残っている限り落ちたら台の上に戻さなきゃいけない。そして全部の色玉が落ちたら試合終了。まだ起きるなよ、匠。嫌だよ、キイ。どういうつもりだよ。やめろよ。嫌だなんて言わせない。今分かった、匠。この方がいいんだ。
組んだって分かってるはずだ。こうするのが一番いいんだ。ギさすがだな、ミス。こうなったらギーもセーフティーを狙うしかない。新田さん、次の列車までにギーが来なければ間に合わない。俺じゃダメか。俺に託れるのはそんなに嫌か。ギダメ。
顔してるんだ俺の初戦の相手ミスだった。え？だってミス君参加者じゃないよ。トーナメントに教師と生徒会の枠があったろ。大穴になるかただの捨て駒か当日まで不明だったわけ。生徒会の枠にミスが入った。え？ミスのやつ本性丸出しの勝負をして起こした攻め方が容赦ないんだこれで先への貸し三つだ。そうだったのか。え？ありがとう約束守ってくれて。なんて顔してるんだ。この人はギーだった。